ではリクエストのあった建築士を中世教会建築としてテーマでやっていきたいと思います。実は以前19世紀の絵画をあのテーマでやっていたんですが、実は文化史ってねテーマでやるとあの流れもあるんですよ。でその際絵画なんだから絵で見るのが一番だと言いましたね。だから今回は建築なんでその建築物を見ながら行くのが一番だっていう形で、行きたいと思います。っていうかあの私がやっと画像とかを載せれるようになったからこれできるようになったんですけどね。中世の前に2点気をつけてほしい建築物があります。それは古代ギリシアと古代ローマの建築物で、はい、まずあの古代ギリシアといえば、はい、こちら、はい、パルテノン神殿を見ていただけたら、はい、わかりますかね。実はこの柱って一個一個一本一本立ってるように見えますが、ものすごいちゃんと計算されたあの円柱を積み重ねてできてるものなんですよ。で、この柱には3つの規範、オーダーってのがありまして、はい、こちら、あのドーリア式、イオニア式、コリント式って言うんですけど、はい、アップにしましょうか。で、ドーリア式、見たら分かるんですけど、スターンとした、非常に男性的って言われますが、飾り気のない、柱ですよね。これが、はい、イオニア式、ちょっと装飾がついて、特にこの渦巻きが、特徴になります。で、さらに、コリント式に、はい、なっていくんですが、アカンサスの葉を、モチーフとした装飾が用いられて、で、どうなってるかって言ったら、いやまあ一言言うと、めっちゃ派手になってるんですわ。あ、どんどん派手になってるんですわ。っていう、この三つのオーダーがね、はい、実は、古代ローマといえば、こちら、はい、コロッセウムが有名ですが、このコロッセウムってね、実は下から柱、注目してください。ドーリア式、イオニア式、コリント式の、柱が使われてるのに気づいてますかね。ちょっとアップにしてみてください。一番下、はい、あのストーンとしたドーリア式、はい、二番目です、はい、あ、渦巻き見えましたね。とイオニア式で、でいよいよ、はい、三段目見てみてください。はい、アップ、さらにちょっとアップしてみましょうか。そうそうそう、コリント式、実はこれ結構知らない人がいるんですが、あ、違うんですよ。実はこのコロッセウムで、注目してほしいのは、はい、こちら頑張って作ってみましたが、よいしょ、ってアーチっていうのがギリシャの時代にもあったんですが、さらにローマの時代には多用されるようになって、今さっきの、はい、コロッセウム戻りますね。このアーチ、多分こちらガール水道橋を見ても分かりますが、はい、こちらアーチありますよね。で、さらに凱旋門を見ても分かるように、このアーチが多用されるようになりました。このローマにおいて、もともと多神教だったローマは392年キリスト教が国教となり、その結果多くの教会が建てられることになりました。その教会をどちらにするか、つまりね、教会っていうのはお祈りをしてホールがいるんですが、そのホールの形式を実はバシリカ式って、もともとローマでは裁判所とか、またはあの議員、あの元老議員の議員所とかで使われてたらしいんですが、この四角いバシリカ式と、で、いわゆるドーム、このアーチを360度、はい、あの、ちょうどボールみたいな形にした、あの、ドームのかかった丸い集中式、この2種類があったんですが、どっちが教会建築に採用されたか。君ら実は答え知ってますよね。何がって言ったら、だって、教会といえば、はい、こちら、多分イメージで、あの、結婚式とかで多分教会に触れると思うんですが、そう、あの入り口があって、こうストーンと四角く、両サイドに椅子があって、で、奥に祭壇があって、神父様がいる。そうです、そうです。基本、ローマで、あの、教会に採用されたのは、バシリカなんですよね。大体、四角い方が非常に建築としては建てやすい。丸い建築ってね、あの、かなり難しいんですよ。多分、レゴとかで作ってくれたらわかるけど、四角は簡単やけど、丸ってほんまに大変なんですよね。すぐ歪むしね。で、さらにこれにドームをかけるって言ったら、かなり難しいことになります。だから、多くのバシリカ式が建てられたんですが、じゃあ、実際のバシリカを見てみると、はい。やっぱもう見るのが一番ですよね。はい。こういう形で四角い。ただし当時は天井は結構木でできてたりするんですが、こういう多くのバシリカ式が作られました。ところが、ローマ帝国は、はい、395年、東西に分かれ。で、西の方のローマは、ゲルマン人の侵入とかで、建築どころではなくなるんですよね。だから、はい、注目してほしいのは、ローマでも滅ばなかった東ローマにおいて、
ある課題が生まれます。それは確かにバシリカ式で教会というのは建てられたんですが、やはり天井、神のいらっしゃる天を表すにはドームだったんですね。そう、空を見た時にこういう半円、やっぱりドームがふさわしいと。ということはそもそもの教会建築である四角のバシリカに天井を表すドームをいかにかけるかっていう課題が生まれてきます。特にビザンツっていうのはイランに近いで、イランのあたりは非常にドームが盛んで、でその影響もあったと言われるんですが、ところが四角のものにいかに丸をかけるか、これかなり難しいんですよね。でいろんな方法が考えられたんですが、例えば四角い長方形のそれぞれの4辺に半円アーチをかけて、そこにできる円にドームをかけるって、もうこんなもん口で言っても文字の文章で言っても分かるんですよ。はい、もう多分、代表、はい、ビザンツアヤソフィアの内部、はい、見てください、これです。もう見るのが簡単ですよね。はい、見事ですね。はい、半円の上にドームかかってるの分かりますか。でこのビザンツの特徴がまさにこのドームであり、さらにこの内部を飾っているモザイク画、これが特徴になりますよね。ここに出ておりますコンスタンチノープル、今のイスタンブルにありますハギアソフィア、アヤソフィアやラベンニャにあるサンビッタレ聖堂、両方ユスティニアヌスが作ったことで有名なんで、受験としてはコンスタンチノープルにあるハギアソフィアとラベンナ、イタリアですよ。はい、場所見といてくださいね。ところがこのビザンツ式ですが、キリスト教が大きく1054年、カトリックとギリシャ正教に分かれます。あ、このあたりは私の YouTube のローマカトリックの成立見てくれるとまた嬉しいんですが、でそんな中このビザンツ式はギリシャ正教の東ヨーロッパやロシアなんかにどんどん残されることになるんですね。ではこれに対してゲルマンの侵入を受けてボロボロになってた西ヨーロッパもやっとゲルマンの侵入なんかが安定した、これがちょうど同じくキリスト教が東西に分かれた11世紀頃ですよ。でその11世紀頃に何が起こったかって言いますと、ロマネスク式というフランスなんかにこの多くの教会建築が作られになります。ただし大きなドームを作るためにその石造りの天井を支えなきゃいけない、だからすごい分厚い壁のもとこのロマネスクっていうのは作られたんですよ。だからねこのロマネスクは教会建築として一個めっちゃある意味欠点があるんです。さあロマネスクの欠点って何でしょう。めっちゃ暗いでしょ。はい、ちょっと携帯で自分をちょっと照らしてみたんですが、めちゃめちゃ薄暗いんですよ。下から出たらもうホラーですよね。はい、やめよう。ということでロマネスクっていうのはどうしてもぶっとい、壁でぶっとい天井ってことはものすごい暗いで、神にふさわしいのはやっぱり光じゃないですか。でしょ。でこの光がどうしても窓が小さくって光が少ないんですよ。よろしいですかね。ロマネスク代表、はい、ピサ大聖堂ですが、これだからね外を見るんじゃないんですよ。はい、中って言いたいけどごめん、作見がちょっと難しかったんで、はい、違う方のロマネスクの内部なんですが、やっぱりほら窓がちっちゃいんですよね。だから光があまり差し込まない。でこれに対してある意味教会建築として究極なのがゴシックです。何が究極って言ったら光がやはりふさわしいじゃないですか、神様には。でその光を取り込むために技術が発展してどんどん壁が薄く、かつ、はい、神様は天にいますね、非常に高い塔、そして先頭アーチを特徴とするゴシックの凄さは何よりもステンドグラス、このステンドグラスを、はい、多用し光を取り入れるんですが、すごい技術は思いません。何がって言ったら、もちろん高くなればなるほど自重がかかって難しいのも分かるんですが、さらにそれを支えるのに壁が薄い上にそこに、はい、ガラスをはめ込む。それまでのロマネスク、壁が分厚いってことは壁ガーってぶち抜いて、そう、窓作ってもやっぱり小さくて光取り込むのが難しかった。ところが壁が薄くなってステンドグラスですけどもね、多分これ見てもらうのが一番です。はい、もう内部もう明らかにロマネスクと違いますよね。もちろんゴシック代表として、はい、ケルン大聖堂や、はい、その内部見るんですが、そう、
外見から見てもまあ確かには違うんですが、このやっぱり中身ですよね、全然違うじゃないですか。だからいつも言ってるんですが、特に文化、絵画とか、建築とか美術系はぜひとも目で見てください。ビジュアルで見てください。そしたらちゃんと流れが分かったら本当に面白いですよ。でも一番は実物を見ること。コロナ終わったら世界選択肢やったらぜひとも旅行行ってくださいよ。実物見るのがもう一番だと思いますよ。ある意味世界選択者の一番の楽しみじゃないですかね。めっちゃおもろいですよ。ということで教会建築士、いちゃってみましたがいかがだったでしょうか。はい、お疲れ様でした。